西日本新聞の坂本と申します。今回代表選に立候補するに出馬表明が今日になったということで、報道等であったり推薦人のを集めるのに、非常にご苦労されたということかと思います。というふうにされていますが、それについての振り返りとですね、あとその、前代表と、元総理と戦うということで、非常に厳しい戦いになるかと思うんですが、この3年間の代表を務めていたときに、自分だからこそできたことを一つ挙げていただいてよろしいでしょうか。はい、本当届け出は明日ですからね。それまでに推薦人が揃えば、それはもう大満足ということで考えていましたので、そこは本当に仲間の努力に感謝をしています。そういう中でしかし、ビッグな方々と戦うので、現社長ではありますけど、もう挑戦者のつもりでですね、これから論戦を挑んでいきたいと考えています。そしてこの3年間厳しい時に手を挙げるということもなかなかできない中で4人の候補が戦ったというのが前回の選挙でしたので、そういった意味で覚悟は誰にも負けないし、そしてこのことを苦しい時に引っ張ってきたという自負、これは誰にも負けません。北海道新聞の鶴沢と申します。現職にもかかわらず告示日前日のこうした表明というのは異例ではあるんですけれども、その要因はどこにあると代表自身はお考えでしょうか。多分現職でですね、立憲民主党の場合引き続き出るパターンは初めてですので異例ではないと思います。農業新聞の北坂と申します。先ほど日本を伸ばすの6つの項目の中で国産化を一番に掲げられました。これに関連して国産化食料ということで農業政策で特に訴えたいことを重視することをお聞かせください。この間も米の流通の混乱がありました。一方で米が高い、米が足りないなんだけれども、農家の皆さんからすると米の値段は不十分、本当に苦しい、これ米を作り続けられるのかという声が随分上がっています。その意味ではやはり農業者の皆さんに所得を支えて安定的に生産できる環境を作っていくということが大事です。その意味で立憲民主党、かつて民主党が訴えていたですね、個別所得保障というのがありますが、それを直接支払いという私たち形でですね、新たな政策提案を行っています。これによって、本当に不作あるいはさまざまな病害虫などもありますけれども、そういう中でも農業、米作りを続けられる環境が実現できる、それがこの食料の自給率向上に上がってつながっていくと考えています。時事通信の塚です。すみません、ちょっと2点あるんですけれども、先ほどのパネル見ますと、基本的には今の立憲民主党の政策を踏襲していって、その中で打ち出しているものがあるのかなという印象を受けましたが、新たにこれまでの党の政策を変えていくというものがあるのか、例えば原発で言えば、エネルギー政策で言えば、綱領にある原発ゼロを見直すというお考えはあるんでしょうか。はい、これ3年間党を引っ張ってきて、私はずっと政策調査会、政調と一緒にですね、政策を作り上げてきたので、今の党の政策が私の政策であるということはまずお伝えをしたいと思います。で、それをですね、代表選だからといって急に何か新しいことをぶち上げるというのは、私はそうではないと考えていますので、私の政策を書かせていただきました。一方で、すでに出馬表明をされている皆様のスタンスもですね、基本的にこれまで作り上げてきた政策の範疇に収まっているのかなというふうに思っておりますので、その意味では政策の浸透もここまでやってこれたかなと思っています。そういうことで、それぞれ力を入れていく政策というのはあると思うんですけれども、当然今の我が党の姿勢というものをですね、前提にしながら、しかし私が特に強調したいのは、どんな高い理想もやはり現実の一歩からという姿勢ですね。ここを大事にして、だからこそ例えばエネルギーをシフトさせるんであれば、まず最初に安定供給があり、そして、再生可能エネルギーをですね、増やしていくということで、初めて電源が安定すれば、その今まで使ってきたエネルギーをそこで取りやめることができる、
この手順を間違ってはいけないということは強調していきたいですね。ですけれども、まあ、すぐにでもという言葉ありましたが、まあ、すぐかどうかちょっと与党が決めるのでわからないというところはあります。で、まあ泉代表は以前ですね、150議席次の衆院選で取れなければ辞するというお話されてましたが、その考えは今も変わらないのかということと、今自民党も総裁選やってますので、ひょっとしたら小泉進次郎さんのようなすごい爽やかな刷新感のある方が、まあ、与党の総裁となる可能性もあるんですけれども、そんな中でどうやって総選挙で勝っていくのか教えてください。まあ、小泉さんが総裁になるんなら、だからこそ泉健太でしょうというふうに言っていきたいですね。負けませんよ、はい、むしろ勝たせていただきます。ぜひ小泉進次郎来いと言いたいですね。まあ、それと150議席ですね、まあ、今日この出馬会見、私自身何も決意は変わってません。すみません、東京新聞の岡島です。よろしくお願いいたします。一番最初の質問にちょっと重なるんですけれども、この3年間いろいろなご苦労があって党を引っ張られたと思うんですけれども、まあ、それはそれで提起をしたいと思うんですが、一方でその支持率は自民党に大きく引き離されておりますし、まあ、先ほど挙げたその選挙でもですね、どうしても敵の失策に助けられているというところ側面はかなり大きいんじゃないかと思うんですけれども、3年間振り返ってみて、その反省というかですね、これができなかったところというのは逆にその得点できなかった部分があれば、お考えを聞かせてください。政権交代ですね。総選挙に追い込んで政権交代をしたかったですね、まあ、それができなかった。だけれども今国民の皆さん世論調査で政党の支持表明っていうのはマスコミの皆さん一番ご存知だと思いますが、国民の皆さんそんなに簡単に意思表示をするものではないと思っています。だけれども皆さんの設問にあるように、次の選挙でどんな政権を期待しますかというところで、かなり野党を中心とした新たな政権という答えが増えている。私はここをぜひ注目をしたいし、その期待に応えられる行動をしていきたいですね。ものすごく大きい話なんですけど、例えばここは特にその政権交代を果たすべく足りなかった部分というのはどういったところになりますか。はい、特段ありません。NHK の高橋です。まあ、自民党 の、 その裏金問題に端を発して、まあ、この代表選挙でもまた総選挙でも政治改革というのが一つ争点になるかと思いますが、泉代表としてどのような訴えをしていかれるか教えてください。政策活動費全廃ですね、そして文書通信費の公開、まあ、これは基本です。私はまあ、これは党の政治改革本部でちゃんと議論をしてもらいたいなと思いますが、まあ、とはいえというか、今、やはり資金に任せた政治活動が事実上、その人物を有利にさせているという流れはやっぱあると思うので、どういうふうなルール作りをしていくかというのはこれからですが、やっぱりその年間の政治活動費の上限だとかですね、そういったことがあれば、お互い同じルールで戦うことができるわけですよね。片一方が青天井でもうあらゆるところに祝電を送り、あらゆるところでお買い物をし、まあ、そんな政治を繰り返されたらそれ追随を許さないし、岸田さんなんかも年間2億集めていて、それをふんだんに使われるなんて話になったらですね、やっぱり普通の国民がそこに対抗していくことすらできないわけですよ。いくら正論を述べても、いくらピュアな心があっても、やっぱりそこは公平な競争環境を作るということが何より大事じゃないかなと考えてますので、まあ、そういった政治改革を進めていきたいですね。また自民党で新総裁が選出された後、すぐにでも解散総選挙との見方も出ていますが、代表はその次の衆議院選挙に向けた他の野党ですとか連合との連携のあり方はどのようにしていきたいとお考えでしょうか。連合は当然連携する支援団体ですので、しっかり全国で連携していきたいと思います。まあ、そして私が特に、まあ、これまでも言ってきたのは、まずどの党と連携する云々よりも立憲民主党自身が自分たちで政権を取る、自分たちで選挙区勝ち抜く、その決意がなければ国民への訴えも弱いし、そして伝わらないと考えますので、まず全国の仲間たちには自分たちで選挙区で勝ち抜くと
ということを大前提に活動してもらいたいということを言っていきます。そしてこの間党代表として各党と意見交換を続けてきました。やはり理想論としてはの一つとしては、全部の野党を一緒になって戦えという声はあるものの、やはりそれぞれの政党かなり肌合いや考え方には、異なりがあるなと感じます。その意味ではですね、できる連携というのはやれるところはやって、しかしやはり立憲民主党自身が自民党を上回る議席を獲得するという戦いをして、その中で単独政権に至れるか連立政権に至れるかということを考えていきたいですね。最後にこの代表選挙では立憲民主党の前代表ですとか、元総理大臣と戦うことになりますが、この2人と泉代表との違いや泉代表のアピールポイントあれば教えてください。若さ、行動力、笑顔、温かさ、はい。産経新聞の深津と申します。安全保障政策についてお伺いします。先ほど掲げた6つの項目の中で堅守防衛というふうな文言を使っていらっしゃいましたけど、その今までその党として使っていた専守防衛との政策的な違いがどこにあるのかということと、あと現代表ですので、その今まで その党の姿勢は維持されると思うんですが、その安保法制への対応についてもお伺いできればと思います。はい、まずこれまでの党の姿勢を維持をすると、これは私も党の中に、防衛関係の政務三役を務めた仲間たち、安全保障を専門的にやっている仲間たちもおりますので、その仲間たちと共に作り上げてきた政策ですから、今の党の政策を踏襲をするということが基本です。で、先ほど話をしたように、この専守防衛という姿勢は当然のことだと考えています。それをですね、しっかり強化しなければいけないということですね。本当に安全保障関係環境は大変深刻な状況です。その時に国民の保護、そして、いわゆる公担性だとかですね、さまざまに取り組むべき点があります。自衛隊の処遇改善もそうです。そういったことには立憲民主党としてちゃんと直視をして取り組んでいくという姿勢が大事だと考えておりますので、まさに固い守りを作っていくという思いで書きました。はい、だから変わりません。はい。はい、毎日新聞の現場と申します。消費税についてお伺いいたします。党では給付付き税額控除を方針として掲げていらっしゃいますけれども、消費の拡大ということを冒頭申し上げましたけれども、消費税についてですね、減税ですとか、あるいは何か方針について変更する点、可能性など、もしありましたらお願いいたします。まずですね、率直に分かりにくさというところの弱点というか、これが給付付き税額控除にはあるんですけれども、しかし、それなりの財源を使って、ある意味消費税を国民に還元するということには変わりがないものです。その意味では、例えば、財源として、5兆あるということで考えたときに、これを給付付き税額控除で行うのか、一律減税で行うのか、食料品のみの軽減で行うのかということの選択肢は、やはり持ってよいし、それを党内でも議論をすべきだし、まさに財務省とですね、こういった話を率直に意見交換すべきだと考えております。ありがとうございます。かつては立憲民主党で次元的な減税についても公約というか掲げていらっしゃったこともあると思うんですが、はい、そういったことも今のお話でいくと選択肢としては置いておくという、そういうことですか。そうですね、私はあれは間違いだったとは思ってません。はい。日経新聞の山田です。候補者調整についてお伺いします。こちらの資料では、今後さらに目標を衆院選に向けて単独過半数の233人に情報を修正するというようなことも記載されているんですが、一方で野田佳彦元首相はテレビ番組で選挙区調整の結果次第では立憲民主党の候補者を取り下げる可能性も言及したんですが、そういった可能性ですとか、今後の候補者調整に向けての方針をお伺いします。
もっと仲間を大事にしなきゃいけないということです。僕は希望の党の時も見てきましたけど、今まで本当に一生懸命歩んできた仲間たちが選挙区替え、国替えをさせられたり、立候補ができなくなったりする姿っていうのは本当ひどいもんですよ。本当に一人一人命をかけて、人生をかけて、この世界に飛び込んで一緒に戦ってきて、それで中央の動き一つで首を飛ばす、それは本当に最後の最後までそうじゃない可能性を探るのが党のリーダーだと考えています。もちろん何があるかは分からないし、苦渋の選択をしなきゃいけない時もあるかもしれない。でも軽々に言っちゃいけないことです。私はそう思って今全国190その選挙区の総支部長になっていただいています。みんな大事です。その思いでやっていきます。朝日新聞の伊沢と申します。今の質問の関連で、連携を強化しようとしているその国民民主党との間で選挙区によってはその、候補者を下げるという選択肢はないんでしょうか。今のお話だとそのなかなかやっぱり下げるというのは難しいという話だと思うんですけれども、そのあたりの考えはいかがですか。簡単なわけないですね。むちゃくちゃ難しいです。はい、そういうものです。分かりました。あとちょっと別件なんですけれども、そのこの3年間の実績について改めてお伺いしたいんですが、泉さんかねてその若手登用というのを多分大切にして、来られたと思います。この3年間振り返って、その若手登用や世代交代についてご自身の取り組みについて教えてください。はい、次の内閣、ここにも当選1期のネクスト大臣がいますし、そして予算委員会でも数多くの新人が立って実績を残しましたし、そして私の3年間の間で言えば党執行部、これまで執行役員執行部を務めたことのないメンバーに執行部に入ってもらって活躍もしてもらいました。また女性の皆さんにも随分と役員に入っていただいて、党内のジェンダー平等も進めました。で、これは本当に尊い経験になった。これは全仲間たちみんなにとってもいい経験になったんではないかと思っていて、やはり私はさっき言ったように、その一人の運転手が党をどう運転していくかではなくて、それは世の中だって今自動運転の時代ですよ。いかにいい乗り物を作るか、いかにみんなが乗って安心できる器を作るか、そのことに力を尽くすのが党代表の役割だろうと思っていて、その意味ではドライバーというよりも、ドライバーであってもメカニックでありエンジニアでありたいと、そんな思いで党を運営してきましたので、その意味では今次々と仲間たちは成長してきてくれていると考えています。あと1問ぐらいだと思いますが、すみません、このお二人で。新潟日報の改正と申します。北朝鮮による拉致問題ですね、こちらについてはどのように向き合っていくかお願いします。今東京足立区の商業施設で、横田茂さんが撮られた写真展がですね、開かれていて、先日も私行ってまいりました。私は代表就任直後に新潟の拉致現場にも訪問をして、もう本当にそのご家族の胸を裂かれるような思いに触れてですね、絶対に解決しなければならないという思いを持ってきました。また実はその私の友人も特定失踪者の一人になっていて、今も行方知れずです。真相は分かりませんが、そういったことからもですね、多くの方々が拉致をされたのは間違いないし、国家的なこのやり取りを通じて何としても解決をしなければならない、その決意を強く持って、政府とですね、全面的にその解決に向かった取り組みをしていきたいと考えています。
与那さんとはいえせっかくですから、お二方も行きましょう。はい、共同通信の橋本です。党の人事についてお伺いします。先ほど、この3年間で若手党友を務めて、来られたということがございましたけれども、前回の参院選後にはですね、代表になられてすぐの時は若手、ですね、役員に登用されたところがある一方で、ベテランに回帰した部分もあるかと思います。代表に続投となった場合にですね、総選挙の近いですけれども党の人事をこう一新する、あるいはさらに若手を登用するといった考えでございますでしょうか。まずはですね、自民党の総裁選や解散総選挙の行方も睨まなければいけない考えてます。で、今私は代表ですから、党の執行役員会も開催をして総選挙の準備、これを代表選挙がいかなる状態であってもとにかく進めるようにということで指示をしています。ですから、いつ選挙があっても良いようにこの体制を整えているという現状にあります。その中で、この基本的に今の執行部で9月の23日まで仕事をしていくわけですし、その後の状況もこの代表選挙期間中の行方も見ながら考えていくということになりますので、現時点で何か明言することはありません。ただとにかく今現在も選挙準備を進めているという最中にあるということです。はい、関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。立憲民主党ってですね、よく批判される時の言われ方というのが、もうなんか自民党の批判ばっかりで提案がないっていうふうによく言われるんですが、実際いろいろ提案はされているが伝わってないっていうジレンマもいろいろあると思うんです。そのあたりをどういうふうに改善していくかっていうのはどういうふうにお考えでしょうか。はい、マスコミの皆さん、ぜひ改善をお願いします。いや、これはですね、やはり賛成した法案ってほとんど扱ってくれないんですよね。で、全体の8割に賛成をしていて、2割の法案に反対をしても、その2割しか皆様は記事にしてくださらないので、あるいは報道してくださらないので、それはそうですよね、なんかどっちかに分かれて、お互い論戦してる絵を撮りたいっていうのもあるでしょうから、そうなると、僕らやっぱり論戦してるところしかある意味映らないとなるので、常に反対のシーンだけが放映されるということです。ですから皆さんがもしその放映をした後に、一方で立憲民主党はこの法案とこの法案とこの法案に賛成をしましたというまでことまでつけてくだされば、随分世の中は変わります。はい、ただ政策をいろいろお持ちだと思うんですけど、それが伝わってないようなこと、これどう伝えますか。これもですね、役所が政策を出した場合は皆さん報じてくれますね。閣議の場とか政策発表でも放映してくれますが、我が党の新たな政策の発表を同じように放送はしてくださってないですね。ぜひ放送していただきたいというふうに思っておりますので、今この党代表選挙で、ようやくその意味では自民党と立憲民主党の代表選挙両方を報道していただいている環境にあるかなとも思いますので、この代表選もですね、そういった意味では双方をしっかり報道していただきたいということもお伝えしたいですね。東京新聞の中澤です。野田元総理は自民党に失望した穏健な保守層の取り込みを目指すというような考えを再三示されていますが、党の路線というか性格に関わる議論だと思います。泉代表はどのような考えをお持ちなのかということと、泉代表はその次の総選挙での支持拡大に向けてどのような層に、さらにアピールしていくおつもりなのかお聞かせください。野田元総理の取り組みが新しいものではないですね。すでにそれはもう我々として取り組んできていることだし、枝野さんもその意味で今そういった考え方で訴えを始めてられるんではないかなと思います。私で言えばさっき言ったように、高い理想を掲げる政党であるけれども、その理想だけで戦うということをするべきではなくて、やはり現実一歩一歩政策を前に進めていくという姿勢が大事だと考えていますし、それこそが信頼を得ることにつながっていくし、一般の国民からすれば旧民主党政権のさまざまな不安や反省というものもあってですね、私はよくその目立った政策がないとか、もっと大胆にとか言われますけれど、一方では選挙のために言えばいいのかというと、そうじゃないという空気も感じてきました。やっぱり
政権を担ったときに必ずやれるという政策を絞って選んで訴えて皆様と約束をするということの方が誠実だというふうに考えてきましたので、まあ、そういったことも自分自身の強み訴えとしてこれから展開していきます。最後、はい、ありがとうございます。フリーの小山と申します。もしこちらの今回の代表選で再選されますと強力なご支援を得られるというふうに思うんですけれども、その場合は今まで結構協調路線の代表でいらっしゃるなというふうにお見受けしていたんですが、よりこれからはご自分のご希望をですね、政策的な希望を反映させていく、強く反映させていくというおつもりはおありでしょうか、というのが一つ目です。あとそれから推薦人の人数の是正を求める若手たちがいましたけれども、今回またね、たくさん の立候補者が出なかったことはちょっと議論みたいものとしては残念でもあります。で推薦人の、ね、引き剥がし等もちょっと財務省勢力であったのかななんて懸念したんですけれども、この推薦人人数の是正についてどうして行われなかったのかなというのがですね、ちょっと引っかかっておりましたので、そちらもお答えいただけるとありがたいです。はい、まず一つ目、2期目になればですね、よりこれまで考えてきたことを具現化しなきゃいけないという責任もありますから、それをやっていきたいなと思います。そしてですね、推薦人のことについては提案自体の中身は多くの共感を呼びました。誰しもがですね、そこは必要ではないかという姿勢だったと思います。ただですね、今ちょうどパラリンピックも行われてますが、各地で選手の選考も終わって、いざ本番の競技に入る前にルール変更があればそれは当然やはり難しいわけですよね。ですので、はい、それは違うと思います、多分。というのはですね、今説明聞いていただきたいんですけども、8月7日に党として、この代表選挙の仕組みについての討議を行って常任幹事会そして両院議員総会を終えています。その時にはその意見はありませんでした。その前もその意見はありませんでした。ですから誰かが構想として持っていたとか、前回の代表選挙の時も話題になったっていうのはあるかもしれないんだけども、実はその後党に対して発議をしたっていう例はなかったです。で、そういうことで、それでもですね、8月7日の選管が発足をして、それ以降選管が事務に入る前であれば可能性は僕はあったんだと思います。なんだけども、やはりさすがにみんなで決めて、そしてもう代表選に出馬表明した方もおられる中で、そこからルールを変えるとなるのは、これはもう公平不公平という観点から言ってもやっぱりありえない話なので、X でもなんで代表の一存で変えないんだとかっていうですね、むちゃくちゃな話がありますが、それはやはり組織としてありえない話だということで、それでもですね、中身についてはみんな共感していましたので、私も実はこの代表選での訴えの中にその項目をほぼ同じ内容で入れたいと考えているし、もしかすると初日や2日目ですぐ解決してしまうかもしれない。というのは、すべての候補者がそれはそうだと、次から変えようという話になる可能性はありますので、そういった意味ではこの問題というのは前向きに捉えられながらも、しかし今回急にはそれはこの時期からはやはり組織としては無理だよということです。はい、それでは、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。